ーシング。プレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて今日はですね、先週に続きまして鮎の友釣り師井川幸次郎さんをお迎えしています。先週は井川さんのそもそもの釣りとの出会いからプロの鮎の友釣り師になられた経緯や神奈川漁業協同組合の組合長としての活動などいろいろと伺いました。今週はさらに井川さんから鮎の友釣りの魅力やプロとしてのこだわりなどじっくりとお聞きしていきます。お楽しみに。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。先週に続きまして鮎の友釣り師井川幸次郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週いろいろありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。釣りとの出会いから鮎、はい、の友釣りの面白さとその歴史、あるいは最後は、漁協の組合長としての、苦労話というエンディングだったわけでございますが、はい、今回ですね、本当は先週伺おうかなと思ったんですけど、まあ、はい、改めてですね、その、まあ、鮎釣りすぐ友釣りの魅力ということで、まあ、中学生ぐらいの頃から、まあ、目覚めたというか本格的にやろうということで、その深さにはまってたということなんですけど、で、はい、あの今ではその、まあ、これも多分釣りをしない方には分かりにくい話なんですけど、その釣り具メーカーのフィールドテスターとか、はい、あるいはプロスタッフみたいなですね、はい、まあ、いわゆるその、はい、この釣りの業界ではそのプロと言われるポジションだと思うんですけど、はいはい、この辺は具体的にどんなきっかけからそういう仕事が生まれたりとか、あるいは実際どんなことをやられてるのかっていうあたりをちょっと最初に伺おうかなと思ってるんですが、はい、いかがでしょうか。はい、わかりました。やっぱもともと私の父がそういった、プロスタッフとかあのフィールドテスターとかやってたので、あ、なるほど、はい、そういった環境はいい環境だったというところは、はい、まあ、若い18歳ぐらいの時からいろいろメーカーさんに声かけていただいてですね、まあ、基本的にはその道具の支給とか、はいはいはい、なんていうんですかね、釣りをこれ、釣り具これ使ってくださいとかですね、うんうん、でそれを使って、まあ、宣伝をする、例えば雑誌に出るとか、うん、テレビに出るとか、あとは、まあ、基本的にはやっぱ大会で勝たなきゃいけないと。あ、なるほど、はい、まあ、全国大会とかいろんな大会があるので、うん、まあ、鮎の友釣りは数なんですけどね、うんうん、その大会でやっぱり勝ち抜いて表彰台に立って、まあ、目立つというような、はい、はい、そういった活動をすれば、まあ、そういうメーカーさんが、うんうん、そのフィールドスタッフとかテスターに来てくれるというようなあれで、はい、このやっぱり、まあ、釣りのジャンルも様々ありますけど、そういうこう、はい、いろんな全国各地で大会がある釣りのジャンルって、例えばバスフィッシングバスであると思うんですけど、鮎釣りも結構盛んにあるものなんですか。そうですね、私が子供の頃は、その JPA というプロトーナメントみたいなのがありまして。あ、そうなんですか、はい、はい、で、まあ、結構ですね、その協賛とかいろんな方からお金が、まあ、ちょうどバブルの時だったと思うんですけど、お金が集まって、最高で僕見てて金額が、優勝金額がですね、1000万ぐらいあったんですよね。あ、そんな時代がっていうか、はい、ありました、はい、車1台とか、旅行券300万円分とか、総額1000万円みたいな、そんな時期がありましたね。なるほど、それは本気になりますよね、はい、なりますね。僕は子供の頃だったんで、そんな大会に父が出てるのについていったっていう記憶しかない。なるほど、はいはい、はい、
で今はやっぱそういう、まあ、もちろんあの商品とか、はい、とかっていうのは出ると思うんですけど、まあ、今はそのやっぱり名誉、自分がやっての、うん、やっぱ大会で勝って例えばメーカーさんのデッサンになりたいとか、うん、大会で勝ちたいとか、うんうん、そういう人たちが多いんじゃないかなと思います。なるほど、はい、じゃああの井川さんが大人になられてその ああいうの大会を目指した頃には1000万とか車1台っていう世界も終わってたの。終わってました、ね、あ、そうなんですね、はい、じゃあ割と名誉のためにっていう、うん、そうですね、はいはいはい、やっぱやってる以上はなんかそういう大会で勝ちたいとか、うんうん、そういうのが皆さんあるんですよね。はいはいはい、あの聞くところに言うといろいろ優勝したりとか実績を残されてるみたいですけど、何かこう井川さんにとってこれはターニングポイントだったなとか、この大会を思い出に残ってるとかって、なんか印象に残ってるものってありますか？そうですね、うん、あのちょうど多分、まあ、僕のメーカーさんついてくれるコーチオーナーカップっていうので、ええ、まあ、全国大会で2年連続で準優勝をしたんですよ。はいはいはい、あの優勝できなかったんですよ、うんうんうん、で僕あの個人で全国大会で優勝したことがなくて、うん、2位とか3位とかあるんですけど、なるほど、あの全国大会なんていうんですかね、すごく有名な大会で、うんうん、じゃないとこではたくさん優勝もしたりしてるんですけど、まあ、一番その準優勝2回連続っていうのがこの僕の中ではすごいイメージが残っている大会かなと思って、ね、なるほど、それは割とこう全国的にその知名度が高い、はい、あの、まあ、割と権威がある大会なわけですよね。そうですね、うん、そのジョーナカップっていうのはかなり権威の高い、うんうんうん、あの大会なんですけれども、ちょうど20代後半ぐらいだとは思うんですけど、うん、まあやはり、まあ、仕事もやりながらね、うんうん、釣りに出るというのはとても厳しいので、うんうん、大変ですよね、うん、環境が整ってないとなかなか難しいという中で、はいはい、でやっぱ僕の中でもやっぱりその父親がやっていた世界だったので、あのまあよく言えば2世みたいな、うんうんうん、まあいう思いが、はい、まあ、周りにあったり僕の中にもあって、だからなんとかこう取っていきたいな、僕の中では区切りとして30歳っていうのがあって、でその前に一生懸命やってみようと思ってやって、まあ、僕の中ではそれが一応区切りだったかなと。なるほど、はい、まあ、もちろんこれからも大会とか出るんですけど、うん、そのやっぱりなんていうんですかね、あの本当に釣りが好きな人たちって、うん、僕より好きな人たちがたくさんいたりして、はいはいはい、うん、そこの探求心というか最後この釣りの大会の勝負って、うん、まあ、どんな大会の勝負でも一緒だと思うんですけど、スポーツでも、はい、やっぱ最終的には腕とか実力が拮抗した中でのなんていうんですかね、最後のこの運とかメンタルとか、うんうんうん、っていうのが最後発揮できるかできないかみたいなところがあるんで、はあ、ええ、まあそういうのの、まあ、最終的なこの僕の結果というのはそこだったかなと、うん、なるほど、はい、じゃあ今は、プロとしてはそういうなんていうかメーカーさん そのテスターだったりとか、あとあの人にこう教えるというかそういう機会もあるんですか、そのアユ釣りを。はい、うん、なのでやっぱそこで僕がある程度自分の中で区切りなのは、ええ、そのまあ選手というよりかは、うん、この業界でどうやって携わっていけるか、ああなるほど、はいはい、っていう話の中からやっぱり組合長とか、うんうんうん、人に教えてこれ広めていきたいなとか、うん、まあ決して逃げたわけじゃないんですけど、はい、まあなんていうんですかね、そういった方向性から盛り上げていくこともできるのかなって思い始めて今活動してる。なるほど、そんな中でですね、僕がその、はい、ぜひ井川さんに伺いたかったのは、はい、僕も、まあ、釣りはどちらかというとあの渓流釣りでルアー中心なんですけど、はい、まあ、多分釣りをされない人もあるいは釣りの、まあ、初心者にとってですけども、
なんとなくですけど、鮎釣り、特に鮎の友釣りがですね、なんとなくハードルが高そうにこう見える、はいはい、見えるんですよ。で、はい、その例えばそれはパッと見た、その鮎釣りのやられて方のこう格好自体もプロっぽい風に見えるし、あの多分井川さんから見ると、あ、あの人ベテランだなと、あの人初心者、すぐ分かると思うんですけど、僕らから見ると、はいはい、みんなちょっと怖そうに見えて、あの、はいはい、みんな割と黒目の衣装をこう身を固めてですね、はいはい、長い竿を振っててですね、はい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 、見た目自体がそのベテランってイメージだとか、あるいはこう多分この釣りやるのハードル高そうだなと思うんですけど、はい、そういうふうに思ってる僕も含めてなんですけど、はい、あのちょっと鮎釣りをこう始めてみる上でこうハードル下げるようなですね、はい、なんかアドバイスとか、はい、ご意見を賜りたいなと思ってるんですけど、はい、いかがですか？今、僕、個人的に、うん、ガイドみたいなのをやったりしていて、はいはい、で、まあ、その趣旨は、うん、もう何にも、これ、鮎の友釣りをやって仲間がいれば、うん、やっぱ入りってすごく楽なんですけど、あ、そうですよね。なかなかね、その環境がない人って入れなくて、はいはいはい、なので、まあ、僕の趣旨は全部その道具も何もかも用意してあげて、素晴らしい、うん、で来てもらえるだけで全部教えるよと、まあ、取っかかっちゃえるよと、こういうもんだよと、うん、っていうのをまずやってるんですよ、うんうんうん、で、まあ、結構4、5年それやったんですけど、まあ、個人でやっていたんですが、はい、結構たくさん、うん、まあ、例えば、もうちょっと上手くなりたいっていう人も来るし、はい、まあ、本当に初心者っていう方も来るし、うん、で、あ、こんなに来るんだなと思ってびっくりしたんですけど、はいはい、で、まあ、今は少し自分もちょっといろんな面で忙しくなってしまったので、それを漁協さんでやれるような仕組みにしたいなって思っていて、うん、それはいいですよ、まあ、各漁協さんも結構釣り教室とかやってる方はたくさんいっぱいいるんですけど、そういった形で、まあ、漁協で教えていくっていうのをもうちょっと事業としてやっていきたいなって思ってるんですよね、やっぱその手軽にそのできるっていう環境を整えていってあげるっていうこと、うんうんうん、まあ、それと今時代が変化してきて、はい、まあ、各メーカーさんもやっぱり昔は本当に竿1本すごく高かったり、まあ、1本40万とかするのも今でもあるんでねすごいですね、はいはい、はい、うん、だからそれをもう少し低価格にしたりとか、はい、今のメーカーさんも鮎の友釣りちょっと普及するために鮎イングとかね、うんうん、あのルアーでこう、はい、なんていうんですか、聞いたことあります、はい、うん、手軽にこう鮎の友釣りルアーで鮎を釣ってとかいうような形をまず取っかかりでね、うん、やっていくっていう、まあ、これももともとその文化を継承した、うん、方々にとっては、うん、まあ、邪道だとかいろいろ話は、うん、ね、抵抗ありそうですね、うん、抵抗はあるんですが、うん、やっぱりいろんな楽しみ方があってことでいいと思ってるんで僕も、うんうんうん、やっぱり今の時代は、まあ、そういう若い世代がですね、うん、そういうアユイングとかルアーでアユを釣ってみて取っかかりにして、うん、まあ、やっていくっていう方法もあるので、うん、まあ、そういうことを、まあ、皆さんも見て試してみるっていうのは取っかかり的にはすごく楽、はいはい、確かに今井川さんおっしゃったあの漁業協同組合でその教えるっていう仕組みを作るとかっていう、ぜひなんていうか素晴らしいなと思いますし、で多分、はい、これいろんな釣りのジャンルに言えるんですけど、はい、これから始めたいとか、あるいは初心者の方が入っていけるっていう、そのなんていうか扉がなかなか見つからないんですよね、はい、だからそういう意味で言うと、はい、それが釣り具屋のお店であってもいいし、漁協さんでもあってもいいしって、そういうのはいくつもこう、はい、広がっていく方がいいですよね。多分、まあ、井川さんはお若いからあれですけど、やっぱ昔はそのお父さんに教えてもらうとか、そうですね、親戚のおじさんに教えてもらうっていう、そういう継承文化だったのがだんだんなくなってきてるので、はい、多分その辺のことは多分
あらゆるこう釣りジャンルの、いろんな立場の方を感じてられるかなと思ったんで、すごく今回いい話だなと思って聞いてました。はい、うん、まあ、結構皆さん釣り具メーカーさん、釣り具屋さんとか、うんうん、各漁協さんとかもうそういうの分かってるんで、進めてるところもありますしね。はいはい、やっぱりそういう情報 を得て、うん、まあ、来ていただければ、うん、本当に何も手ぶらで来て、まあ、楽しんでやって帰るという形もできるんで、それをまあやっぱり漁協というか、まあ、漁協もそうですし、メーカーも含めて業界の人が協力して進めていくっていうのが一番大事かなと思います。そうですね。はいはい、ありがとうございます。はい、ここでちょっと一つ話題を変えてですね、はい、井川さんを今回そのお招きするにあたって、はい、いろいろネットを検索してですね、はい、井川さんがお店を経営されてるという、はい、伺いまして、この鮎の専門店ってその食べる方の食材としての鮎の専門店で、ひふみ鮎屋というはいはい、お店も運営されてると伺ったんですけど、はい、ちょっとどんなお店かっていうのをこうご案内いただけるといいかなと思ったんですけど、はい、そうですね、もともとひふみ荘という旅館を実家でやってたんですけど、はいはいはい、実家というか、まあ、僕次男なんで長男がついてて、で、まあその、まあ、商売なんでね、うん、商売っていう感覚ももちろんあるんですけれども、ただ鮎の友釣り発祥の地鹿野川だよと、うん、言いながらもですね、うん、やっぱりそういう例えばお土産物とか、はい、まあその鮎に対しての飲食店とかっていうのがな、はい、あんまりない地域なんです。なるほど、まあ、あるんですけど、そういうのを普及をしていくことも大事かなと。なるほど、はいはい、なので、まあ、今言った釣りのガイドとか、うん、まあ、今は養殖業とかもやったり、はい、あとは釣り堀なんかも経営したりとか。ああ多角的ですね。まあ、そういったやっぱその、まあ、商売という、うん、意味は拭えないですが、うんうん、ただその自分がやってきたことを、うん、まあ、今の子供たちとかですね、うん、まあ、僕は食育っていう意味でちょっと伝えていきたいっていうのもあって、やっぱりそのなんか開きの状態が魚だと思ってる人もいるし、子供とか、はい、やっぱり命をいただくというものをです、うんうん、まあ、伝えながら楽しんでもらうことができたらなというような考えもあったりして、まあ、やっぱ今言った鮎の加工品とか、はい、鮎の商品とか、うん、まあ、養殖とか、うん、そういったことを今この鮎屋というところでやったりしてますね。なるほどと。それ場所はあれですか、やっぱ地元の伊豆の国市内なんですか。あ、そうですね、はいはい、実は伊豆の国市なんですけど、伊豆市の中伊豆というところでも、釣り堀をやったりとかして、ちょっと横にキャンプ場を作ってキャンプ場とコラボしようとかね、そういう考えもあるんですけど、まあ、今ちょうどアウトドアブームというかですね、はいはいはい、自然を、まあ、この地域を生かすという意味では自然もで、まあ、そういったところで、やっていけたらなとは思ってますけど。なるほど。じゃあプロの鮎釣り師だけではなくもちろん 組合長の苦労もありながら、はい、まあ、一つ鮎っていう魚をこう軸に置きながら、そうですね、食だったり、まあ、家族で遊べる釣り堀だったりとかキャンプだったりっていう、こう一つこう、はい、そこに広がりがあるっていうところですよね、うん、そうですね、わかりました。後半もだいぶ終盤に差し掛かってきましたが、はい、まあ今のその聞いた流れの中にあるとは思うんですけど、まあ現在そんなことでご活躍の井川さんですけど、今後ですよね、はい、まだまだお若いので、今後のその目標とか、あるいはこういうふうにしていきたいなみたいな夢みたいなことがあったら教えていただければなと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり、うん、なんていうのかな、自分が今やっていることっていうのを、まあ、今僕がやれてるだけであって、ただ一人じゃないし、
やっぱりそれを伝えていける人たちが増えていくっていうことが、まあ、一番僕の目標かなと思っていて、思い持つ、まあ、子どもとか後輩が、うんうん、まあ、出てきてくれて、同じようにこの自然をとか地元の観点をとか、うんうんうん、っていうのを守っていってほしいなっていうのが一番のこう何ですかね、目標なんですけど、はい、まあ、もっと分かりやすいっていう話になると、やっぱりその川を使った町づくりというか、うんうん、まあ、なんていうのかな、やっぱそこでにぎわいが、釣りのお客さんがたくさん来てくれるとか、うんうん、やっぱ地域の人も川にもっと興味を持ってもらうとか、うんうん、そういった地域に慣れていったらなんかいいかなっていう、はい、だ今後はそういうことを一生懸命取り組みたいなと思ってるんですよね。なるほど、はい。まあ、多分僕もそうなんですけど、釣りが好きっていうのは一つのきっかけだと思うんですけど、やっぱりこう、はい、自然の中に流れる川っていうこと自体がすごく僕は魅力を感じていて、多分それは地元の人にとっても癒しだし誇りだし、はい、でそこを起点になんていうか外から人が来て、またその地域がこう賑やかになるっていうのは理想ですよね、はい。まあ、そうですね、うん、なんかこう、まあ、もちろん川危ないですし、うんうん、子供だけじゃ行っちゃいけないっていうのももちろんわかるんですよね、はい、ええ、なのでやっぱり今の時代、漁協さんが、まあ、僕らも地元の小学校とかで相釣り教室やったりとか毎年してるんですけど、ええ、僕の思いはやっぱ川とか危険なところを知らないのが一番危ないっていう、わかります、うん、って言って、まあ、どんな表面上流れてる川がどんぐらい川の力ってこうなんだとか、うん、まあ、やっぱり大人がいるところで子供に味わしてあげるっていうことはすごく大事だと思ってるんで、うん、まあ、そういったことも含めて、はい、まあ、地元の良さっていうのを地元にいるうちにね、知ってもらうっていうのは大事かなとは思って、うん、そういう取り組みを今後もしていきたいなとは思ってます。はい、ありがとうございます。はい、なかなか最後はこう深い話になってですね、いろいろありがとうございました。本当、いろんな話題展開していただいて、とても面白かったと思います。ありがとうございます。はい、ということで今週もお時間が、来てしまいましたということで、本日は鮎の友釣り師井川幸次郎さんに来ていただきました。2週にわたりありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。今日のアウトドア&フィッシングいかがでしたでしょうか。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士工業オリジナルエコバッグをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、富士工業オリジナルのステッカーとエコバッグ希望と書いて送ってください。そしてその際には番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週。パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りしました。